はい、こんばんは。今帰りなんですけど、ちょっと河川敷に寄っています。今ねこちら、日没は過ぎてるんですけど、若干、まだ明るいぐらいです。で、本当はちょっと 雲が多いんですけどね、本当は雲のない日にしたかったんですけど、とりあえず、夜の写真撮影ですね、それをやっていこうと思います。で、今タブレットなんですけど、今コンパスエラー出てたんで、キャリブレーションしました。で、一応念のためね、リターンとのホームは 15m で、最大高度はもう 100m ぐらい、まあ開けないんですけど、最大距離こちらを流れていくとちょっと困るんで、20m ですね。はい、これでやりたいと思います。で、一応写真に変えて、はい、ちょっと明るくなりましたね。はい、とりあえず、離陸問題ないです。バッテリー温度 22.7 度、バランスも特に問題ないですね。で、今ちょっと車の横でやってるんですけど、今2番選んでますので、ちょっと2番はねあんまし良くないみたいだからちょっと変えます。はい、一応7番にも切り替えました。ちょっと切れたかな。はい、で、真上飛ばすんでね、ちょっとアンテナの方、ちょっとこれ見にくいんですけど、見えないね、全然見えない。真上飛ばすんで、ちょっとアンテナは寝かしてます。はい、では離陸します。ハの字離陸始めます。よいしょ。もう暗いんでね、ビジョンポジショニングはちょっと流れと思うんで、見えてるかな、どれか、これか、あ、見にくいね。はい、まあいいや、とりあえず、じわっとなんか明るさがないんでね、流れてますけど、とりあえずこれでやってみます。GPS の数は今15個拾ってます。で、残り時間はまあちょっとコロコロ変わるんですけど、11分とか13分とかですね。じゃあ上げていきます。近場がね、メガネしてると近場がちょっと見えないんですよね。今高度 22m。今写真なんでちょっと動画は撮ってないです。距離は 4m なんで、まあ 20m 以内に抑えます。一応ね、もう夜はね暗くなったって、機体もちょっと目視が難しくなるかもしれませんので、まあ、その時はこういった距離と高さですね、はい、一応ちょっと 85m まで上げました。で、距離は変わらず 4m になってます。で、夜になるとちょっと画質が落ちるかな。なんかピントが微妙にずれてるような。はい。綺麗ですね。これで雲がね、本当もうちょっと少なかったらもっといいんですけど。
じゃあ一回ここで写真撮ります。これボリューム上がってないからシャッター音が聞こえないね。はい、ちょっとボリューム上げて、もう一回押してみます。はい、あとはね、今これ自動なんですけど、再生ボタンで見るとこんな感じに映ります。後でこれまだちょっとこの、iPhone で撮った感じじゃなくて直接の部分をちょっと挟んでいこうと思います。距離はまだ4メーターで変わってません。特に流されてないですね。一応まあ風も微風1メーターそこそこなんで、でここでちょっと寒いな。 EV これを上げ下げ、今 0.0 になってもらうんですけど、これを下げる と、今一番下に下げました。これで写真撮りに行ってみます。まあもう普通に、まあ、ピントはねまあまああって、まあそのぼやっと感はないんですけど、ちょっと夜景を撮るには寂しいかなと。でちょっと戻しますね。どのくらいかな、1.3 マイナス 1.3 はい、撮ります。指がちょっと寒い。じゃあもう0は取ったんで、プラスの 1.0 ちょっとピントがね、なんかぼやけてるのかな。はい、取ります。よいしょ。なんかノイズっぽいな。一番明るいプラス 3.0 あんまし変わらんな。 1.3 と予想外にあんまし変わらんね。はい、とりあえず、下のマイナス3と、まあ、プラス3はそうかなり変わるんですけどね。ちょっと向き変えようかな。これはまあ、ビッグプロの方が映像的には綺麗かもしれない。なんか、昔撮ったんですけどね、それほど綺麗に撮れてないな。下げて暗くしての、ちょっと待ってよ。今シャッターオートになってんだ。よし、できた。ISO
ISO は100ね、まあ、100でいいか。シャッタースピードをちょっと伸ばす。あ、こっちの方が綺麗かな。あ、これ綺麗だ。4秒ってすごいな。はい、4秒で撮ります。はい、3、4と、はい、これでまあ機体がブレてたらブレブレの写真が撮れますけど、じゃあちょっと明るくフィルムの方を明るくしますけど、3200ね、ではちょっとピントはブレてる感じ。じゃあよくある、だいたい400、よくフィルムでねよく使うやつですね。200かな。まあ今ピントはだいぶ合ってますね。合ってるけど、あ、これ下げるとぼやけるな。これあんましとったらあれだな、全部、あ、まあいっか、言葉が入っちゃうんけ、字幕も入れるか。で今撮ったのがこんな感じで、うん、これは明るいな。これに、データは乗らんのやね、シャッタースピードとか。じゃあどうしようか。4秒、 ISO400 の4秒。あ、残り時間、もう 33% 切って残り4分ですね。で今 86m にいるんでちょっと下ろします。今衛星19個拾ってます。うん、すごいな。高加速度マイナスの6点。距離4m で、機体は黙認できます。今日ね、いろいろとね、このミニの、その墜落映像とか見てたんですよ。で、その、なんかな、いろいろと、やっぱし、なんか原因不明のね、墜落もあるんですけど、あれなんだろうなって、まあ、後ほどそれも、検証したいと思うんですけど、まあ、あとね、バッテリーが切れてもう不時着とか、まあバッテリーのね、バッテリーの不時着はちょっと問題外なんですけどね、まあ、とりあえずこんな感じで、撮ってみました。まあ後ほど、編集して、アップしたいと思います。